皆さん、こんにちは。本日は、美しいアイディアこそが正しいアイディア、書籍、超発想法を読んでというテーマでお話をしてみたいと思います。今回は、超発想法という書籍をシェアしたいと思っております。著者は野口悠紀夫さんですね。講談社から出ておりまして、2006年初版ということになっております。この野口悠紀夫さんという方はですね、日本の経済学者であり、元大蔵官僚というような感じの方でですね、超整理法というような書籍がベストセラーになったということでよく知られているんじゃないかなというふうに思いますね。今回この書籍をですね、4つのポイントピックアップして話を展開させていけたらなと思っております。まずですね、その4つのポイントはですね、1つ目が科学的発見の必要事項は集中できる環境であるということ。2番目は模倣こそ創造活動の出発点である。3番目、美しいアイデアが正しいアイデア。4番目テレビ文化の異常さというね、内容で進めていきたいと思っております。本題に入る前にですね、私はこの人は皆孤独な旅人の他にもう一つ YouTube チャンネルをやっております。米屋漫画といって、本業のですね、イラストの描写ものを中心にですね、ギターの弾き語りなどを加えたコンテンツを配信しております。こちらの方はね、さらにクリエイティブ色が強い内容となっております。あとはツイッターでですね、女性とか猫のデッサンを頻繁にアップしているということになっておりまして、共に説明欄にリンクがありますので、興味がありましたら、もしよかったら見ていただければというふうに思います。ということでですね、本題に移りたいと思います。まず1つ目、科学的発見の必要事項は集中できる環境である。多くの偉大な業績が集中を可能とする環境で生まれている。科学的発見に共通する環境を見出すとすれば、答えは集中できる環境ということになるであろう。天才の周りにいた人はしばしば天才の極度の集中力に当惑された。プリンキピアを執筆中のニュートンは、仕事に没頭して準備された夕食を食べ忘れたということが何度も何度もあったという。また訪ねてきた友人を忘れて仕事に没頭してしまったというエピソードもあるほどである。またアインシュタインは相対性理論を考えた時に、2週間書斎にこもりっきりで誰とも会わなかったということなのだということなんですね。人間の能力はそれほど高くないので、複数の仕事を同時に並行して進めるのはなかなか難しい。数冊の本を同時に執筆し、かつ事務的な仕事もこなしていくなどということは、普通は不可能なのである。細切れの事務的な仕事に時間を取られ、多くの人と会う生活に明け暮れていては、発想というものはなかなか難しいということになる。私は本の執筆中は他の仕事をしたくなくなる。時間が取れないということもあるが、思考回路が事務的な案件に切り替わらないとという理由が強い。だから事務的な仕事を放置し、処理が滞ってしまう。会合などもできる限り排除する。他の人はなんと忙しい人だろうというふうに思うかもしれないが、実は手帳は真っ白なのだ。私の手帳が真っ白なのは重要な仕事をしている時だ。手帳に予定がびっしりというのは重要な仕事をしていない時なのである。2、模倣こそ創造活動の出発点である。模倣なくして創造なしとは、最先端の研究に携わる人なら誰でも骨身に染みて思うことである。知識を詰め込まなくては考えることも発想することもできないからだ。発想というものは様々な知識の組み合わせからなるものである。だから知識が頭の中にたくさん詰まっている人ほど新しいアイデアを生み出しやすいということになる。
原料がなければ製品はできないのだから、原料をたくさん持っている人が新しいアイデアに到達しやすいのは当然のことなのである。実際、独創的な業績を残した人たちの多くが極めて外博な知識を持っていた。例えばフォン・ノイマンは子供の頃から様々なことを暗記していた。二と物語の暗唱をさせたらいつまで経っても止まらなかったというエピソードがある。英語の勉強のためにブリタニカ百科事典のいくつかの項目を丸暗記もしていたというエピソードもある。また経済学者のサミュエルソンも実にいろいろなことを知っていた。経済学という教科書を読むとその事例の多さに驚く。サミュエルソンは博士論文を書く過程で経済学のすべての専門書を読破したと言っているほどなのである。彼に限らず独創的人間の多くは非常に大量の知識を持っていた。驚くほど外博博識であり、古今東西の古事に精通していた。彼らはそれらの素材を組み合わせて発想したのである。創造的な仕事をした人が無知であったなんてことはありえないのである。 3. 美しいアイデアこそが正しいアイデア。極めて多様の組み合わせの中からどのようにして有用なものを選び出せるのだろうか。規則は極めて微妙なものなので正確な言葉では言い表せない。それは神秘的感情であるからだと言っている。つまりアイデアというのはロジックだけではなく美しさをヒントに見据えていくことが大切だということなのである。可能な組み合わせの選択から浮かんだアイデアというものは我々の感受性を最も強く揺り動かすものである。一見数学の証明などには美しさなどという感性というものは縁がないように捉えられがちだが、しかし違う。数学には美に対する感受性やセンスというものが非常に多く関わっているのである。発明というものは集まるところ選択なのである。その選択はどうしても美意識に支配されているのである。美しいアイデアは醜いアイデアに比べて正しいアイデアである可能性がはるかに大きいのである。美的感覚が重要な役割を示すのは何も数学や物理に限った話ではないのである。研究者一般にとって、あるいは経営者や企画担当者にとっても重要な感覚である。彼らの直感的な判断を導いているのは美的感覚なのである。 4. テレビ文化の異常さ。改めて考えてみれば、千万人の単位の人々が同一の映像をほとんど無批判で受動的に受け入れるというのは極めて異様な世界である。それまで存在した情報提供手段は新聞でも雑誌でも映画でも主体的な選択であった。テレビの異常さは受け手がほとんど選択していないということなのである。これは現在の異常な政治状況と無関係ではない。その先を考えると立然としてしまうのである。生まれた時からこういった環境に育った子どもたちに個性を期待するというのは土台無理。テレビに勉強の時間を奪われているというようなレベルの問題ではない。テレビをつけっぱなしにすることによって画面から流れる情報を無批判に受け入れていること、家族や友達も同じようなものを見ていること、感動しない作品だからつけっぱなしにするのであろう、内容に満足していない証拠なのである。映画には選択権というものがある。テレビの時間を減らそうと言ってもまあ無理があるだろう。ここから脱却するためにはテレビよりも魅力的なものがあるということに気づくことが大切である。テレビ、これがテレビ離れを起こすことにつながるのではないか。
我々はこうしたプロセスを経て新しい文化の時代を迎えることができるかもしれない。いかがでしたでしょうか。これは2006年に書かれた本ですので、若干時代を感じさせる項目もあったかもしれません。まあ、この10年の間にですね、テレビも影響力がみるみる低下しており、かつてテレビが娯楽の王者などと言われていたことが、はるかはるか遠い昔のことのように思われてなりません。ニュートンの集中力について述べた点がいくつかありますが、ニュートンは今の挙げた話以外にもですね、彼のこの凄まじい集中力に対するエピソードというものが結構あるんですね。例えば子どもの頃ですね、親の手伝いをして、馬を遠方から引っ張ってくるという仕事をしていたのですが、この時はニュートンはまた自分の考え事に極めて深く没頭していたために、外れたことも気づかずに馬の手綱だけを持って歩いていたというようなお話があったりとかですね、あるいはまあ大人になってからですね、ニュートンは家に猫を飼ったわけなんですけど、大きい猫、小さい猫2匹いたということなんですね。そして猫がですね、外から家に入る時のためにですね、まあ小さな穴を部屋に開けようということになったということなんですけど、ニュートンはですね、またこのような作業も上の空で、仕事の上の空でやっていたためにですね、大きい猫用のための大きな穴と小さい猫用のための小さな穴を一つずつ開けたというね、笑えるエピソードもあると、まあいうような感じなんですね。まあ、ということでしてですね、美しいアイデアこそが正しいアイデア、書籍超発想法野口幸男を読んでというテーマで今回はお話をさせていただきました。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。失礼します。